グリンデルワルトのホテルがバカンス客でいっぱいの頃だ。小道を上がったホテルサンスーシーでは、訳ありの娘が一人、二階の小部屋で長逗留しているかもしれない。幸福な家族連れは、三階の家族部屋を占領して、エクストラのソファーベッドはもちろん、はしごを上がった屋根裏の子供ベッドも目いっぱい使って、賑やかにやっているだろう。気のつくマダムが、朝の食堂の程よいテーブルを、一人旅の娘のために用意して、それとなく話しかけなどして、若者たちの目を引くように仕向けているだろう。窓からは、アイガーの厳かな峰が、希望のように見えているはずだ。